多くの弁護士から支援団体、労働組合などが技能実習生問題に、長らく取り組んで、たくさんの技能実習生を救援してきました。でまたこの制度の問題点を明らかにしてきました。そういう活動全体について、私が代表してこの賞をいただいたというふうに理解しています。そういう意味で光栄なことだと思います。で私の仲間たちと一緒にこのことは、受け止めたいというふうに考えています。でただ嬉しいというよりはこの技能実習生問題がもう何十年もの間解決せずに放置されている。で何度かの法改正はあったけれども、基本的な状況は全く変わっていない。実習生たちは中間搾取されたくさんの借金を背負って日本に来て劣悪な条件の中で働いてでそこにいられなくなって、職場を離脱せざるを得なくなる。そういう状況が今でも続いている。そのことがとても残念で悲しく、感じています。でこういう間違った制度を一日も早く廃止するために、今回の受賞が、一つのきっかけになるんじゃないか、その後押しになるんじゃないかというふうに思っています。